ちゃ、こんにちは。はい、ということで久しぶりだな。はい、そうです ね家で自宅で撮影、はい、ホワイトボードを使ってというね。そうです。本当は、はい、今日はね、待ちに待った、うん、オープン戦がある予定でしたが、オープン戦がある予定だったんだけどさ、はい、なんか沖縄の天気が悪くて、うん、雨天中止ということになりました。まあ、それはなあ、詳しくな、うん、分析してお伝えしようと思ってたんだけど、久しぶりにこうホワイトボード使っての解説をしたいなっていうふうに思っていたのがちょっと中止なので、ね、ちょっと違った切り口から、まあ、思考でね、はいはい、まあ、どういう切り口になるかというと、オープン戦は、まあ、とにかくオープン戦ってさ、終盤になってくるとベテランとかね、うん、そういう人たち、レギュラーと言われる人たちが、まあ、1シーズンフル、1ゲームフルに出たりだとかいろいろするんだけど、最初はその若手にねちょっとチャンスを与えながら、はい、こうオープン戦っていうのは進んでいくんだけども、うん、実はそのオープン戦は若手の〇〇を注目という、はい、この〇〇っていうのは何か分かりますか？〇〇、それはあれですか、チームによって違う。ああ、まあやっぱチームによっては課題は違うよね。だからチームにとって若手っていうのは、まあ次のレギュラー候補でもあり、うん、ただしベンチに置くにはこういうことを兼ね備えててほしいよということなんだよね、はい、報道を見てると誰が打ったとか打たないとか、誰が早かったとか、誰が飛ばしたとか、うんうんうん、ね、そういう報道ばっかりなんだけども、いや実は中で考えてることってやっぱちょっと違うんだよという、もっと細かなことというか、もうちょっと細かなことに注目してるよね。なるほど。例えばヤクルト、はい、若手まるまるに注目って言ったら、うん、やっぱり巨人とはちょっと違うんだよね。うん、やっぱこのヤクルトっていうのは例えばレギュラーが、はい、まあ、ある程度固定になってるよね、うん、これも誰でも言えるようになってきてる、はい、塩見がいて、青木がいて、山田がいて、うん、村上がいてみたいな、そういうことが言えるようになってきてる。ということは若手のはレギュラーを取って入るっていうのはなかなか難しいっていうことなんだよね。で、若手はどういうふうに考えてるかというと、やっぱベンチに入るにはっていうふうにまずは考えてると思うんだけども、はい、やっぱりヤクルトの場合はやっぱ特徴だね、うん、だから守備とかバッティングとか走塁とかね、もう一つでいいから飛び抜けてるものを作る。例えば並木とか、はい、足のスペシャリストがいるけども、うん、そういう選手なんか絶対走ったらセーフになるっていう確率を上げていくと、やっぱベンチには確実に入れる選手になるよね、うん、だそういったことで全然こうなんていうの、チームによってやっぱレギュラーがしっかりしてるところ、うん、まあ巨人もしっかりしてるよね、はい、でもヤクルトもしっかりしてる、うん、だけども若手の丸々に注目っていうところは全然違うんだよ。なるほど、うん、で巨人じゃあどこに注目してるかっていうとさ、うん、もうとにかく誰が打ったとか誰がレギュラー候補だってなかなかレギュラーなれないから、そんなに、うん、でな、レギュラーに近くなるにはやっぱり1年間ベンチに居続けなきゃいけない、はい、ということは打てばいいか走れればいいか、うん、いやいや実は巨人は守れる野手を探してるんだよね、うん、若手に。なるほど。だから注目はあいつはバッティングいいぞみたいな、あいつは何本打ったな何本打ったっていう報道になるけども、まあそれはその方が派手だから、うん、そういう報道にはなるよね。だけど実は守れる野手を探してる。これは昨年坂本が甲子園でね、うん、6対0から守備固めで若林かなんか使ったんだよね。そしたらエラーをして、それを引き金に、まあ、他の人もエラーしたんだけど6点取られて引き分けか負けかなんかになった試合があったんだけど、だけどそれから坂本が休めなくなったんだよね、うん、そしたらこうやっぱ坂本の負担も増えて、非常に体調を壊すというか調子を崩すというかね、まあ、そういうことにもなったんだけども、実はやっぱベテランが多い巨人っていうのは守れる野手を探してる、うん、ということは若手選手が近道っていうのは、うん、守備を磨いて目立つということですか？もちろんもちろん、うん、守備で絶対エラーしないって言ったらエラーの確率がものすごくレギュラーよりも高い。そしたらベンチに置いとけるよ、うん、それと実は打つことよりも守る方が簡単だから楽だから、うん、
だって打つっていうのは失敗7割するんだよ。まあそうですよね、3割打っていても7割はっていうことですよね、うん、だから思考を考えるとやっぱ守りをやった方が実はベンチに残れる率が高いんだよ、うん、でレギュラーになれる率が高い、うん、そこを若手は間違えちゃダメなんだよ、うん、とにかく守ること、これがすごく大事なことだから。まあ例えば他のチームを言うと、はい、阪神でもやっぱ守る、うん、チームの全体的な課題がやっぱ守備じゃない、はい、でそこで本当にうまい、ね、守備者が現れたら必ずベンチに入れるし、うん、いやこの試合落とせないなと思ったらスタートするかもわからないよね、うん、で中日はちょっと違って打つ野手、はい、打てる野手、はい、まあ、それとか、広島はとにかく外野手が、内野手は固定で、まあ、ある程度決まってるけども、広島の場合は外野手がなかなかこう固定できないということから考えると、うん、まあ、鈴木誠也も抜ける、そうなってくるとやっぱ外野手ここにチャンスがあるだろうとか、うん、DeNA は課題はやっぱ走塁とか足、うん、そういったそういうことを上手に使える選手がやっぱベンチに入るだろうし、うん、ね、野手で言えばそうだよ、うん、うん、だからそういうことでオープン戦ではチームの、まあ、若干の違いはあるにしても、はい、若手がいかに守れるか、うん、守備に注目なんだよ、うん、やっぱ守れない野手はね残れない、うん、やっぱ守備ってある程度実戦でしか見せられないという部分ももうね、なくないですか？ノックいくら受けてもね、やっぱね実戦でね、うん、守れるか守れないかっていうのは判断されるから、ね、うん、だからやっぱりこうもちろん上手い人はノック受けても上手いよ、うん、だけどやっぱりこの実戦でしっかり守れるかどうかっていうのを見極めないといけないし、うん、だから打つ打たないっていうよりも、うん、ね、いかに10割守れるか、うん、野手が、うん、守備に対してね、うん、だからそういう意識があるかどうか、その意識があることによってやっぱチームは救われるし、うん、やっぱその率いてる監督っていうのはやっぱ守備ができるからあいつは置いとこってなるよ、うんうん、またね細かなその状況判断が必要であったりとか、うん、守備にはいろんな要素が、そうそう、要素があるから、うん、バッティングでね、うん、救うっていうことも確かにあるけども、うん、チームを守備で救うことの方が確実にあるし、そうですよね、うん、でバッティングっていうのは調子の波が大きいけども、うん、守備は波は自分でなくせるから、うん、だからそういう意味ではいかに守れるか、だからそのこの動画を見てるね若手の選手、はい、ね、ベンチに入りたかったらやっぱりまずは守備だから守れなきゃなんだ、うん、打つ打たないっていうのは二の次でいい、うん、うん、だからもうあそこの打席に立ったら打ちたいやろ、そしたらそれが飛んだところがヒットになればそれは一つのプラス点にはなるし、うん、でも守備はいろんな声を掛け合ったりだとか、ね、チームの連携を取ったりだとかいろんなことが含まれてるし、はい、やっぱこの選手はチームにとって必要だなっていうのが分かることは守備を守った時に多く現れるから、うん、だから若手は守備をやってオープン戦の皆さんがこうねファンとしてプロ野球を見るんだったら最初若手がどんな守備をしてるかっていうのに注目をしてるとまあオープン戦は楽しく見れるかなというふうに思いますよ、はい、まあ、打つのが一番派手で目立つんだけどもね、そうですね、うん、でもまあ注目するポイントがやっぱオープン戦っていろいろ見る立場によってただファンだと次のシーズンのどういう選手の構成だったり、うん、そう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 、こんな新人の子がいるっていうようなのが見れたり、そうそうそう、例えば注目のルーキーの選手が出てきて、うん、それを楽しみにしてたりとかあると思うんですけど、そうそう、また一歩踏み込んだ見方って、うん、やっぱこういうところに、まあ守備だよね、うん、あるのかなって、うんうん、やっぱ守備に注目しとくと、うん、大体の力量が分かるというか、うん、そういうことも言える、だから勘違いしないでほしいのは、はい、打ってね結果を出す、うん、これは派手でいいんだけども、はい、やっぱりね実はねチームの首脳陣だとか、うん、そういうのはしっかり守れるやつかどうかっていうのを判断してる、うん、なるほど、ね、そういうところは思った以上に注目されてるよっていうことで、そうそうそう、だから若手選手は緊張感持って、うん、そうそうそう、逆にバッティングなんて思い切りきゃいいんだよ、うん、3回に7割失敗するんだから、うん、だから守備っていうのはやっぱ緊張感を持ってやってほしいと思うな、うん、逆を言うと守備は
ね、少しでも許されないですもんね、失敗が。いや、許されない。だからそういう意味では大変なことになるから、ね、うん、そうですね、チームの足を確実に引っ張るからね、うん、打てなくても引っ張らないけども、うん、ね、失敗が多いあのバッティングだから、はい、だけど守備っていうのは10割を目指せるからね、まあ、菊池がシーズン通して10割守りきったようにさ、はい、それまでは豊さんが記録を持ってました、ね、いやいや俺のことはいいんだけどさいやだけど、はい、そういうふうに考えるとね、うん、やっぱ守備守れる人がやっぱ勝ち残っていくから、うん、ね、そこにもう一度原点に帰って野球のね、若手は頑張ってほしい、守備を頑張ってほしいと思います。はい、はい、オープン戦が始まりますが、はい、楽しみですね。楽しみだね。はい、はい。